エドワード・ベイツ、エドワード・ベイツ、エドワード・ベイツ、1793年9月4日から1869年3月25日は、アメリカ合衆国の法律家、政治家、エイブラハム・リンカーン大統領の下で1861年から1964年まで、第26代アメリカ衆国司法長官を務めた。 エドワード・ベイツは1793年9月4日にバージニア州ベルモントにおいてクエーカーの家系に生まれた。ベイツはメリーランド州シャーロットホールで初等教育を受け、最終的に家庭教師による指導を受けた。1812年、ベイツは海軍士官候補生として招集を受け、米英戦争に参加した。ベイツは1813年2月から10月にかけて、 バージニア州民兵に加わり、義勇兵旅団の軍曹としてノーフォークで活動した。1814年、ベイツはミズーリー巡州セントルイスへ移住した。ベイツは法律を学び、1817年に弁護士として認可を受けた。ベイツはセントルイス市内で弁護士業を開業し、1818 18年にセントルイス管区の地方検事に任せられた。 ベイツは1820年に州検事となった後、1821年から1826年まで連邦地方検事を務めた。ベイツは1820年にミズーリ州憲法制定会議の大議員に選出され、政界へ足を入れた。同年、ベイツは州に昇格したミズーリにおいて、初代の検事総長に就任した。1822年、ベイツは 水売り州下院議員に選出された。1826年、ベイツは国民共和党から連邦下院議員に選出された。ベイツは1827年から1829年まで一期二年を務めた。ベイツは1828年に二期目の選出を目指したが失敗した。連邦下院議員退任後、ベイツは弁護事業へ復帰し、 1831年から1835年までミズーリ州上院議員を務めた。ベイツは1835年に再びミズーリ州下院議員となった。その後ベイツは連邦上院議員に立候補したが民主党のトマス・ハート・ベントンに敗れた。1840年代、ベイツはホイック党の中で大きな力のある政治家へと成長した。1850年、 ミラード・フィルモア大統領はベイツに対して陸軍長官のポストを提示したが、ベイツはこれを辞退した。ベイツはセントルイスの土地裁判所で判事を務めた。ベイツは1852年のホイグ党全国大会において副大統領候補の一人として挙げられた。ベイツは党員による第一回で優勢だったものの、第二回投票でウィリアム・アレクサンダー・グラハムに敗れ、 1856年、ベイツは、ホイック等全国大会で議長を務めた。1850年代中央に、ホイック等が解体すると、ベイツは、共和党に加わった。ベイツは所有する奴隷を解放し、奴隷制への反対を主張した。ベイツはまた、カンザスネブラスカ法に反対した。1860年、ベイツは、共和党全国大会において、 大統領候補の一人として挙げられた。ベイツは新しい領土における奴隷性拡張に反対し、あらゆる市民に対して憲法に規定される、陽動な権利が保障されるべきとの主張を掲げたが、その姿勢が教会集や南部保守派の反感を買った。最終的にベイツは党員投票によってエイブラハム・リンカーンに敗れたが、その後はリンカーンの指示に回った。 1860年の大統領選挙で、エイブラハム・リンカーンが勝利を収めると、リンカーンはベイズを司法長官に起用した。ベイズは自由国人は、アフリカへ送り返されるべきだとの信念を持ち、その姿勢はたびたび、リンカーン大統領との衝突を呼び起こした。ベイズは、ミズーリガワイ出身者として、最初の閣僚経験者となった。ベイズは1864年11月に、 司法長官を辞任した。ベイツは、リンカーン政権において、恩恵派の人物であった。ベイツは、南北戦争に際して、間もなく社会戦争になるだろう。言及するに及ばない恐怖が訪れるだろう。と述べ、南部との軍事衝突に反対した。南北戦争中、ベイツは、黒人連帯の採用に反対し、増長する共和党急進派にことを唱えた。 ベイツとリンカーンとの間には戦後の南部の処遇について意見に相違があった。ベイツは後半な恩赦と財産権の回復を重視すべきと考えたがリンカーンはインフラの急速な再建を第一と考え。結局ベイツはこの政策の対立により1864年11月に司法長官を辞任した。司法長官退任後ベイツは ミズーリ州へ帰郷した。ベイツは1869年3月25日にミズーリ州セントルイスで死去した。ベイツの遺体はセントルイス市内のベルファウンテン墓地に埋葬された。その後、ベイツの遺体は別所へ移送されたが、その場所は不明である。エドワード・ベイツの父親はアメリカ独立戦争でバージニア民兵に従軍したトマス・フレミング・ベイツ。 トーマス・フレミング・ベイツ、1741から1805。母親は、カロライン・マチルダ・ウッドソン、キャロール・イン・マティルダ・ウッドソン、1751から1845であった。両親は共に17世紀初頭に、イングランドからバージニア植民地に入植した、移民の子孫であった。ベイツは1823年5月23日に、ジュリア・ダ・ベンポート・コールター。 ジュリア・ダヴェンポート・コルター、1807から1869と結婚した。二人の間には以下の子供が生まれた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。